おはようございます。この白いのみな根っこです。根がこんだけ張ってます。で、植えていただくのがだいたい3本から4本を植えていただきたいです。で、最初これ取るときに苗をそのまま引っ張ってしまうと、今これ上手に抜けましたけど、真ん中辺引っ張ると根が切れます。根っこが切れてしまいますんで植えても定着しません。ですから必ず植えていただくときはこの下の土、根っこごとむしり取ってください。こんな状態でで植えていただく。で、3本指でそのまま刺してしまうと穴が開いてしまいます。で、この後今水落としてますけど、活着するまで深水っていうで、もう下の田んぼ以上にたっぷり水溜めます。その時に全部浮き上がってきます。浮き上がってしまうので3本指で植えてしもたらもう手で塞いでもらわなあかん。こういう状態にしてください。で、あと持ちにくいので持ちやすいサイズにちぎってもらったら結構です。で、このまま土ついてこういう状態で、私が推奨しているのは、まず後ろ鎖に植えていきます。で、肩幅ぐらいに足開いてもらって、で、3本指で持ってこのまま横向けに置いて中指で立てます。押しながら立てると穴が1個しか開きません。で、最後にちょっと埋めたらこれで完成です。もう一回いきます。こうして持ったらこのまま地面に置いて1センチから2センチ沈める。で、穴埋めるっていうのが一番早いかなと。もう地元のじいさま方、おばあさま方、手で植えてた時はこういう植え方で植えてありました。で、肩幅に開いてちょうど4列か5列ぐらい植えてもらって、また後ろずさりして植えていくんですけど、穴開いてます。穴開いたら埋めてください。で、ちょうどこの植える間隔ぐらいのところに足を持ってくると埋めるとこが少なくて、ちょうど植えんなんところを足置いてしまうと思いっきり深く穴が開いてしまうので植えにくくなります。で、もうこの状態きれいに鳴らしてます。植える前に田んぼの中歩き倒すと、もうせっかく1週間かけて沈殿した硬くなった土がまた柔らかくドロドロになって、苗を挿してもまた浮き上がってきてしまったりということもありますので、もうあんまり歩き回らない、足跡もつけないっていうふうにお願いしたいと思います。何かご質問ありますか？25センチ間隔で植えていただければなというふうに思います。
で、横も25センチ、縦も25センチが一番いいのかなというのがあれです。この下、あの機械で植えてますけど、それぐらいの間隔で植わってます。で、これでさ、ここあったらさ、